皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は私たちと同じように万博に強い期待を抱いている大学生の皆さん方と建設予定地に来ています。2025年の大阪・関西万博は競争がとても重要なテーマになっています。パナソニックグループでは昨年度からアルファ世代の子どもたちと、いろんな競争イベントというものをトライしていますけれども、今年度は大学生の皆さん方にも加わっていただいて、アルファ世代の子どもたち、学生の皆さん、そして企業の、社員のいろんなみんなと競争をする、そういう場を作っていっているところです。子どもたちの、新しい視点を取り入れたり、突拍子もない発想をつなげるような能力っていうのをこう学びたいなと思ってイベントに参加させていただきました。物が具体的に変わる社会というより、心に豊かさを持っていけるような社会、未来像を僕は見てみたいなと思います。私たちは資源循環型のパビリオンということで7月に発表をし、そしてすでに着工を開始しています。そういうパビリオンの模型を観察しながら、そしてまたパナソニックグループのいろんな工場から出る端材、これをどのように活用すれば資源循環型の社会になるんだろうか、こういうふうなこともみんなが共感し合いながら、いろんなアイデアを出しながらそれを実装しようと、そういう競争イベントもどんどんと増やしていって、これからさらに本格的にドライブをかけていきたいなというふうに思っています。今回の万博を通して持続可能性について、今の現状を見つめ直したりとか、あとは新たな技術がどういうものがあるのか、世界中ではどんなことが起きているのかというものを、私たちが考えるきっかけに、すごいいいきっかけになると思っています。これからもパナソニックグループは、全国のアルファ世代の子どもたちや学生の皆さん方、そして国や自治体やいろんな企業の皆さん方とともに競争の輪を広げて、競争活動をさまざまに展開してまいりたいと思っています。